こんにちは、野丸です。今日はね、うちの中撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、雨降ってます。で、まあ、結構ね、ざんざん降ってる時ありますね。今日はね、だから夜にかけてね、ものすごい雨降るという予報です。今日は5月の13日金曜日です。13日の金曜日って言ってね、うちの奥さんがね、昨日から騒いでましたけど、まあ私はどうでもいいんです、そんなのは。で、今日はね、本当ね、ちょっと涼しいですね。で、湿気があるんで、なんかね、部屋閉め切ってるとジメジメするんですけど、外をね、窓を開けるとね、意外とひんやりするんですね。まあそんなわけで、ちょっとね、梅雨っぽいね、週末金曜日です。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンの妻バタバタ朝から大変というね、まあこんな話です。はい、まあ朝はね、みんなどこのうちも大変だと思います。で、まあうちもね、そうなんですね。で、まあ朝ね、うちの奥さんと、みんな出かけるんですけど、娘は、ね、保育園に行きます。で、今日もね、朝からね、保育園に行く、奥さんはね、会社に行くっていう形なんですが、私今日ね、一日ね、何もなくて予定も一切入れてなかったんでね、寝てたんですよ、朝。そしたらね、なんかやっぱり、騒いでんですね、やっぱりすごかったですね。で、なんで騒いでんのかなと思ったら、まあ、もう出る時間、家を出る時間で電車に間に合わないとかっていう、もう時刻に迫ってるんですけど、結局ね、なんか、ね、娘はのんびりしちゃってて、着替えないっていうか、まあ、パンツも履かず、パンツっていうかね、トレーニングパンツ履いてるんですけど、長袖の、長袖ないな、長ズボンも履かないとかね、シャツも着替えないとか言ってね、なんかこうぼーっとしててスマホかなんかでね、なんか、ベイビーショックショックとかなんかあんないようなもん見てんですね。で、結局ね、なんか、無理やり私が何やってんの、起きてって急いで、ズボン履かせて、まあ、靴履かせてレインコートとかって言って、で、まあ、出かけたんですね。で、昨日ね、また傘を買ったんですね。娘のね、今日雨降るからね、新しい子供の傘って言って、クレヨンしんちゃんの傘買ったんですね。で、クレヨンしんちゃんの傘をこう持って出かけるんですね。なんとか時間に間に合って。でも結局ね、戻ってきて、でも今日私間に合わないから、いや、行かないとかって言い出して、ええー、と思って、私もその時ね、ジャージかなんか着てて、もう起きてばっかりなんですけど、で、じゃあどうしようって言って、じゃあ分かった分かった、あなた今走ってて、急いで行って、で、私じゃあ車で後からゆっくり送ってくからっていう話をしたんですけど、まあ大変ですね。で、雨降って、まあ、うちの娘って傘大好きなんですね、傘。で、今日ね、買った傘はもう買ってもらったんで、昨日。それでね、もう嬉しいんですね。それでもう、差すんですけども、傘を持ってのんびりのんびりこう歩くんですね。だからもう全然ね、うちの奥さんとね、もうペースが合わなくて、ね、もう大変なんです。だから、駅まで走ったりとか行くと走るわけなくて、で、結局ね、まあ、途中まで行って間に合わないから戻ってきたという形なんですけど、まあ、だから結構ね、バタバタでしたね。で、まあ、戻ってきて、まあ、行かないっていう話になっていて、じゃあ、それじゃ、ダメだからっていうことで、あなた走って、それ一人で行きなさいって、うちの奥さんに私言って、で、娘はね、まあ、ちょっと時間を置いて、私着替えて、車に乗っけて、保育園に連れてったんですけど、保育園はね、駅の前なんで、ちょっとね、駅から歩いていくとね、歩いていくと近いんですけど、車に行くとね、ぐるって遠回りしなきゃいけないんですね、駅まで。だから結構ね、めんどくさいんですけど、まあ、車に乗っけて、チャイルドシートに乗せて、で、娘はね、傘させるからね、すごく嬉しくてね、ルンルンなんですけどね、まあ面白かったですね。だから、まあ、保育園の前についての娘を下ろして傘さして、まあ傘はほとんどささないんです。さしたというか、雨降ってないからそんなに持って歩く時間はないんですけど、まあ保育園連れてって、まあお願いしますってね、預けたんですけどね、結構面白かったですね。普段ね、うちの奥さんが保育園連れていくと、まあ泣かないでバイバーイとか言ってそれで終わりなんですけどね、私が連れてったら泣くんですね、やっぱり。さよならするの嫌みたいで、だからね、そこでね、ちょっとお話をして、娘とね、まあゆっくりとね、もうあと夕方まで迎えに来るからって言って、ちゃんと言い聞かせたら、まあ納得してくれたんですね。だから結構ね、なんかまあ、ちゃんと言えばね、な言うこと聞いてくれるなと思って、すごく感心しました。だから結構まあ赤ちゃんではないですね、もうね、もうすぐ3歳ですしね、こちらにということも分かるんでね、それでお話しして、まあそれで帰ってきましたけどね。あとまた夕方ね、迎えに行かなきゃいけないんですね。まあ、すごくね、大変です。今日ね、夕方から雨降る、もうちょっと強くなるみたいです、5時ぐらいとかね。で、夜にかけて雨のようで、明日はね、まあ曇りで、その後ちょっと晴れたりするのかな、そんなお天気ですね。まあ金曜日、週末です。で、明日土曜日でね、またね、週末がやってきますけど、まあ今週もね、なんかあっという間に過ぎちゃいました、ね。はい、まあ、寝るの遅かったんで、まあ
あれじゃない、本当、朝ゆっくり寝てようと思ったんですが、まあ、バタバタしててね、こんなような状況になったんですが、まあ、それはそれでいいかなと思っています。はい、すいません、ちょっとね、水分取らせてください。今日はね、キシリトール。いや、キレートレモンっていうのはこれ、キシリトールじゃねえ。キシリトールってなんだっけ？あの、歯のせ、再石灰化にする、なんか変な穴のが入ってるのかな？歯磨き入ってるやつだね。ごめんなさい。クエン酸なんとかって書いてあるね。疲労感軽減。いただきます。クエン酸って取ると疲労感なくなるの？軽減されるの？ちょっとよくわかんないんだ。まあ、ビタミン C 取ればもう、大丈夫なのかな。本菌は、何これ、なんとかの診断、治療を目的としたものではありません。なんだ、ねえねえ、未成年妊娠してるおよび、授乳等を対象にした開発された商品でもあります。食品でもありませんって書いてありますね。一応なんか なんとか機能性表示食品っていうのは、そういうやつですね。はい。まあそんなことはどうでもいいんですけど、あ、美味しいなこれ。はい。まあね、あの朝からバタバタしてるって、まあ、しょうがないんですけど、僕だったらね、もうちょっと療養力、療養力やるっていうのかな。まあそういうことをね、できるはずなんだけど、容量がすごい悪いですよね、やっぱり。で、ほんとね、走って駅に毎日行ってるような状況なんですね。で、娘もね、なんか無理やり走らされてるようで、なんかちょっと気の毒だなと思うんですけど、だからゆっくり家をもうちょっとね、出てほしいんですね。でもそれできるのかなと思ったんで、ちょっとね、難しいですね。で、やっぱりね、家の中で、まあ自分で弁当作って、まあ出かけるんですね、やっぱり。で、その時に、まあ、朝早く起きてるんですけど、そのたんびにね、なんか容量が良くなくて、バタ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 してますね。で、結局ね、出る時間が遅いとか、娘のこう支度の時間が、ね、遅くなっちゃったりとかっていうことがありますね、やっぱり。だからそこのところね、やっぱりうまくもうちょっとできればね、いいと思うんですけど、まあこれ言ってもね、治らないで本人がね、もうちょっと改善すればいいのかなと思うんですけど、まあ私はね、見てるだけなんでね、バタバタしてるのは。で、まあ、8時の電車乗らなきゃいけないって言ってて、まあ、6時に起きてるんですね。だから、ね、で、家まで、家から駅まで、うち、5分ぐらいなんですね。5分ぐらいで、5分ってことはないよ。もうちょっとかかる。で、まあ、娘の保育園とかに、お願いしますとか、荷物をね、こう、ロッカーに入れ、ロッカーっていうかね、バスケットみたいなところに入れるんですけど、そこに入れたりするから、まあ、駅に行って、娘を保育園に預けて、電車に乗るって言ったら、やっぱり、15分ぐらいかかってんのかな。で、まあ、その分を入れて、まあ、もうちょっとね、できればいいと思うんですけど、なかなかね、その、うまくね、こう、こうなんて容量力できてないっていうのが、ね、ありますね。だからなんかね、こうすればいい、ああすればいいってね、前はね、助言したんですけど、なかなかね、うまくいかなくて、うまくいかないというか、あまり聞いてくんないんですね。だからまあ、意外とね、頑固なところがあって、私の言うことに対してあまりね、こう、なんか、なんだろう、積極的に取り入れるってことはあまりなくて、やっぱり自分のこうね、やり方でやっているので、容量があまり良くないかなと思うんですけど、でも本人がやってることなんで、あまり僕はね、口出しするのはね、間違えてるのかなと思って、何も言わないんですけど、なんか聞いてきたらね、話したりすることは多分あると思うんですけど、容量力何かね、こうできなくなって、ちょっと行き詰まったらね、こう、また相談してきたらね、一緒にお話しようかなと思っています。はい、でもね、娘はね、なんかね、こう、カサカサして、ね、歩くの楽しいみたいで、で、昨日ね、ちょっともう、前使ってた傘がもうちっちゃくなっちゃって、それでね、新しいね、子供用の傘、買おうね、なんて言ってね、昨日ね、ちょっと私だけでね、近くのね、ストアに行ってね、傘を探したんですけど、ちょっとね、大きいね、クレヨンしんちゃんの傘だったんですね。で、ビニールなんですけど、透明で、クレヨンしんちゃんの絵が描いてあって、で結構ね可愛いんで、じゃあこれにしようねって言ったら、まあ、娘結構気に入ってくれて、それでね、まあ、今日刺してるんで行ったんですけど、まああれですね、傘が重いから歩かないっていうのは多分嘘ですね、あれ、そう言ってたんですけど、ただ単にゆっくりね、穴の靴履いてゆっくり歩くんですね、雨で。で、どこの、よその子見てても、まあ、同じように歩いてるんですよ、こう、傘さして、傘両手で。子供の頃僕、今、最近ね、
思い出すとやっぱ傘両手で持ってた記憶なんですね。で両手で持ってテク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 ってね多分歩いてたと思うんで、で傘両手で持ってちょっと風が吹くと大変だっていう子供心にね、そういう風に記憶に残ってるのは今ねちょっと思い出されたりするんですけど、だそういう風にしてね傘差すんで、そんなねあの傘差して走ったりするってことはやっぱりちょっとね難しいので、あの本当はだからねゆっくり駅までね歩いて、それでね、ちゃんと行くのがいいのかなと思います。だからちょっと、ね、雨の時はね私がねちゃんとね、こう時間をうまく調整して、送っていくようにねした方がいいのかななんてね今日ね本当考えました、思いましたね。でまあレインコート着て長靴履いて傘さしてっていう、まあ、あの子供のスタイルですね、あの通園するね、それでいいんだと思います。でゆっくりねまあこうね、車に気をつけてゆっくり歩いてね、それで保育園行くっていう形の方がいいかなと思います。まあだから走るのはねちょっとなぜさ長靴脱げちゃったりとかね足がべちゃべちゃになったりとかするとね、まあ、かわいそうだしね、そこのとこ考えてねあげてね、であのすごくね長靴履くのも好きです。だからそれでねいいかなと思います。で、まあ、今回ね、まあ、こういう話でしたけど、まあ本当にどんどん娘が大きくなります。でもう夏になると3歳になりますね。びっくりしましたね。で言ってることもね最近はねよく分かってくれて、すごくね楽しいです。まああのちょっとねまだあんまりベラベラ喋るわけじゃないんで、娘もね、もうちょっとね、子供はね勉強してくれるとね嬉しいかなと思いますけど、なんかねでも楽しいですね、そういうふうにね、子供の成長を見ているっていうのね。まあ今日はねほんとね、朝からバタバタしてましたけどね、まあ明日はね土曜日なんでバタバタすることはないんですが、まあでも私がね朝出かけないといけないんでちょっとね、千葉の方に行かないといけないんで明日はね、それでね出かけますけど、まあそんなわけでした。明後日もまたね忙しいんです私。はい、また夜が夜で明日ねマリアンドタカハッピーアンドライブのライブがありますので皆さんよかったら見てください。はい、まあ今日はこんなお話でした。朝からバタバタしてました。はい、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。さよならバイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃんバイバーイ。